現在、世界各国で中国包囲網を形成しているっていうのが現状だよね。世界各国にとって、今や中国は仮想敵国と言っても過言ではないもんね。あいつらがやってきたことを考えると、そうなるのも無理がないな。中国の軍事力は無視できないから、みんなが警戒するのも仕方ないよね。そうだね。今回はフランス海軍舷船が南シナ海を巡視していて、中国包囲網をかいくぐるインドやトルコの思惑についても解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さてさて、そんな中、フランス海軍も異例の原子力潜水艦を南シナ海で偵察活動をすると発表したよ。潜水艦の任務は極秘なのに、なぜそれを発表したかというのが今回の記事の焦点になっているね。フランス海軍の攻撃型原子力潜水艦エムロードを南シナ海の航行の自由作戦に参加させたんだって。これはアメリカが1979年昭和54年から実施している作戦で、米国以外の国が領海や排他的経済水域などの海洋資源を過剰に主張していると判断した場合に、その主張を認めないという意思を示してその海域を予告なしに通過するというものとなっているよ。世界的権威をするアメリカが反乱したらという大きな前提条件があるのら踏み落ちない部分もあるが、今回出てきた密告海軍エムロード潜水艦について解説していくとしようぜ。うん、潜水艦の名前になっているエムロードというのはエメラルドのフランス語読みなんだ。要するに、この艦はフランスにとっての宝石と言いたいのかな？昨年末、国会議事堂前で暴動騒ぎまで起こしたアメリカ大統領選挙では開票に長い時間がかかり、世界中が注目していた選挙結果が出た後も、すっきりとしない雰囲気で終わったよ。世界の経済をワンアクションでひっくり返すトランプ前大統領とはタイプが違うバイデン新大統領は、就任後から中国に対する動きが注目されたね。なぜなら、そのままトランプ前大統領への激しい言及対策を引き継ぐのか、強硬路線に鍵を切り替えるのか興味を集めていたからだな。就任後、バイデン新大統領は2021年2月9日、南シナ海に大型の原子力航空母艦を送り込み、航行の自由作戦という軍事演習を行ったよ。この作戦に参加したのはニミッツ級原子力航空母艦ニミッツセオドア・ルーズベルトの2つの空母打撃群を中心とした艦隊であり、アメリカの威信を中国に見せつけたことになるね。中国が南シナ海で勝手に人工島を建造し、軍事拠点化を進め、その海域を自国の領海であると声高に主張していることに対して、アメリカの辞意を表したもので、今後も変えることがないスタンスを誇示したということかな。トランプ前大統領と比較すると、バイデン新大統領は中国に対して強硬な態度を取らないだろうという推測もあったが、蓋を開けてみると違ったというところだね。アメリカファーストという考えは相変わらずだが、バイデン政権も従来通り南シナ海は公海である、という認識を持っていると国内外に知らしめたわけだぜ。ひとまずは安心だね。これでバイデンさんが中国寄りだと、ややこしいことになっちゃうし。中国が勝手に自国の領海と主張している南シナ海だけど、この海域をめぐって周辺国である台湾をはじめとしたベトナム、フィリピン、ブルネイ、マレーシアなどの国々とも対立しているんだ。それも、どの対立国も自国のみで軍事大国中国へ対峙するのはかなり厳しいという現状だね。中国と台湾の間では長年の因縁もあり、台湾は中国の一部であると常に主張し続けているよ。近年、ますます増大している戦力を見てみると、脅し続けていた台湾への武力侵攻を現実化するのではないかという危惧が広がっているんだ。台湾からしてみれば気が気じゃないよね。どうにか助けてあげたいけど、中国軍機が台湾防空識別圏へ侵入する事案も頻繁に起きており、また日本領土である尖閣諸島にも中国海警局航船が侵入を繰り返すなど、中国の海洋進出の動きは増える一方だからね。2019年末から世界中に広がって蔓延した新型コロナウイルスの発生元とされる中国も、今や何の罪もないことに憤りを感じるくらいだよ。そんな世界的地位にある中国が香港の民主化運動への弾圧の動きを強めたことに対し、香港の旧宗主国であるイギリスも見過ごすことはできないと行動を起こしたみたいだよ。この中国の動きからイギリスが最新鋭航空母艦クイーンエリザベスを極東に長期派遣する決定となった理由とされているぜ。アメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型戦闘機がこの母艦の艦載機であり、米英協力を強調しているのかとますます注目が集まることになったな。フランス海軍の攻撃型原子力潜水艦エムロードが派遣されたことによって、対中国包囲網の一部で新しい動きが生じているよ。
当時、パリル国防大臣はフランス海軍は攻撃型原子力潜水艦エムロードと、それに付き従う支援船セイヌを南シナ海に派遣し、巡視活動を行ったと発言したんだ。この状況の中、国防大臣は南シナ海でアメリカ、オーストラリア、日本などの周辺国と協力し合って長期間の展開も行うことができると述べたみたい。地図を見ればわかるように、ヨーロッパはアジア太平洋地域から遠い国に位置するよね。イギリスとフランス両国が南シナ海の航行の自由作戦という大演習に海軍を派遣したということは、ヨーロッパ諸国が抱く中国への警戒感が今まで以上に高まったからだと推測されるよ。それにの意味に世界大戦が終結して70年以上経つが、フランスは今でも太平洋の島々の一部を海外領土として保有しているという現状だぜ。自国の領域を自由奔放に航行する中国がフランスの権益を脅すことは許さないという考えを改めて具体的に示しているな。ただの脅しであればまだしも、国境問題で幾度もぶつかってきたインドと中国のように、チベット地方の鉱山地域での争いが2020年に再び激化した時と同じようなことが、起きるのではないだろうかって言われているね。戦争が起きるのではないかという緊張が走ったが、2021年に入って両軍が増強していた部隊を引き上げる動きを見せていることが報じられ一安心したぜ。アメリカの考えとしては、中国と紛争が起きた時にインドを米国側に取り込みたかったと目論んでいただろうね。インドも核保有国ということから、その軍事力は無視できないもんね。現状、インドが対立しているのは中国だけではなく、パキスタンとも昔から紛争が絶えないし、遠いトルコとも対峙していると至るところで敵を作っているんだ。インドはアメリカではなくロシアから兵器を輸入しており、その関係を閉ざす様子もないからな。要するにインドはアメリカ、ロシア、中国とのつながりを完全に切ることはできないということなのだろう。その昔、東西冷戦時代ではアメリカにつくか旧ソ連につくかといった二つの選択肢しかない状態だったからね。スイスやオーストリアなどの永世中立国という選択肢も一応あったが、どちらもインドの対象国ではなかったから、現代に至ってはインドやトルコなどの勢力が侵攻している事情もあり、国際情勢も複雑化の一途をたどっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて感謝です。また見てね。メルシー。ありがとうだぜ。スパシーバ、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